就活生同士だったり人事の方との交流のプラットフォームを作りたいのが90社くらいエントリーシートっていうのを出させていただいた。働いてて、ね、なんかちゃんと楽しそうだねっていうふうに言ってもらえたのは、ね、皆さんこんにちは、澤田裕太と申します。サムライエンジニア在学中に未経験から3ヶ月でエンジニア転職をしたものです。今は Android アプリの自社開発企業に勤務していて、主に行っている業務としてはアプリの検証であったりとか、あとは簡単な仕様書の作成を行っております。本日はよろしくお願いします。そもそもプログラミングに最初に接するきっかけになったのは大学時代で、研究、理系の大学に通ってたんですけど、そこの研究で、R っていう統計の言語、ちょっとマニアックな言語なんですけど、そこを学習し始めたっていうのがまず最初の接点になりますね。で、あとは、その後の人材の紹介会社に、就職することになるんですけれども、その時に、IT 企業の方からいろんなお話をいろいろ伺ったりする中で、自分でも少しプログラミングを始めてみたりっていうのはありましたね。就活生同士が、コロナ禍でいろいろ孤立してる、自分一人で就職活動を進めていかなきゃいけないっていうところで、そもそもそういった就活生同士が交流できるプラットフォームであったりとか、あとはもちろん学生と人事とかってなかなか接する機会が、普通の就職活動これまでも少なかったんだけれども、コロナになってよりそれが顕著になってきたので、人事と学生もより接触ができるようなプラットフォームっていうのを、作りたいなっていうふうには、人材紹介会社に勤務してる中で思いましたね。そうですね、特にそれはしなくって、最初からプログラミングスクールに通うつもりでいました。で、理由としては、何事も勉強って自分一人だけで何も知らない状態から学び始めると間違った方向に行きかねないなっていうのがあったので、まずはちゃんとプロの方に学ぶ際のプログラミングを学ぶ際の、それこそ方向性だったりとかっていうのを、ちゃんと相談しながら、かつ効率的に、転職活動とかもしていきたいっていうのがあったので、効率的に学べるかつ相談できるプログラミングスクールっていうのを選択しました。主に3点あって、1点目はもう3年以上現役 のエンジニアとして活躍してくださっている方から教えてもらえるっていうこと、あとは2つ目としては自分のペースでどんどんプログラミングを進めていけるっていうところで、実際他の会社さんのお話も伺ったりはしたんですけれども、1ヶ月目のカリキュラムどんなに早く終えても2ヶ月目に先に進めなかったりとか、そういったことがあったりするっていうのと、あと3つ目なんですけども、無料のコンサルっていうのを受けさせていただいた時に、サムライエンジニアさんの方ではもう未経験に関するその転職の難しさだったりとか、じゃあこれから勉強するんだったらこういう壁にぶつかると思うし、そこにちゃんと乗り越えていかなきゃいけないよっていう厳しさや難しさっていうのも教えてくださったっていうのが、サムライエンジニアさんを選ばせていただいた理由ですね。それで言うと、やっぱりプログラミングはとっても難しいなっていうのは思っていて、調べていて、それこそ実装したい機能とかのコードとかはいろいろ出てくるんですけれども、じゃあその一行一行のコードが何を意味していてとか、その記事を書いてくださってる方とかがそもそもどういったことを意図していてみたいなところを理解するっていうところは本当に難しかったなっていうのは思いますね。それで言うと、プログラミングを学ぶスタンスっていうのは、しっかり学べたかなと思います。で、基本的に分からないことっていうのはプログラミングの先生も長年やってても都度都度自分で調べていくっていうようなことをおっしゃっていて、で、なんで自分も基本的にサムライエンジニア塾に通っている時には、徹底的に自分で調べて分からない時だけ先生に聞くみたいなスタンスっていうのを身につけることができたかなと思ってます。主にウェブアプリの開発に使う言語、4言語を学ばせていただいたという形ですね。自分自身が就活生同士だったり人事の方との交流のプラットフォームを作りたいんですっていうのを、無料コンサルの方にお話しした時に、であれば、ウェブアプリでそういったものを作ってみてはどうかっていうご提案をいただいて、じゃあウェブアプリで作ろう、じゃあそのために必要な言語これだよねっていうような形で決めていきました。それで言うと、特にプログラミングを始めた当初っていうのは、自分で今日はここまで絶対やるっていうのを設定して、それを Google カレンダーに反映するようにしました。
で、まあ、特に、まあ、始めた時っていうのは進めたがるかなと思ったんですけれども、逆に早く終わったら早く切り上げるっていうところで、その日の気分の高揚というかモチベーションというのは次の日までちゃんとキープするみたいなところっていうのを特に気をつけましたね。で、まあ、だんだん学習していって慣れていたら、どん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 自分で進めていくっていうようなスタンスにしていました。それでいうと、とにかくサイトの設計をシンプルにすることっていうところは気をつけましたね。で、理由としては、結局今採用サイトとかすごいおしゃれなものとか、なんかそれこそバナーが横から出てきたりとかいろいろあるとは思うんですけれども、結局学生の声を聞いてたりとかすると、シンプルで分かりやすいものがいい、調べやすい、見やすいっていう声は、まあ自分自身が人材紹介会社でキャリアアドバイザーとして働いてる際にも現場でよく聞いていたので、まあ、とにかくシンプルな作りにするっていうのは気をつけました。それでいうと、自分自身が実装したい機能っていうのをインストラクターに伝えた時に、まあ、そこの優先順位をつけるっていうところと、あとそれぞれ入れたい機能の、まあ、難易度っていうのを、まあ、丁寧に教えてくださったっていうのは、しっかりサポートしてくださったなと思ってます。そもそもそのポートフォリオってどんな目的で、どんな人が使うんだっけっていうところから、じゃあそしたらそこの最低限、まず最低限として実装しておかなきゃいけないものってこれだよね。で、まあ次にあったらいいよね、ボントの機能はここだよねみたいなところをしっかりと優先順位つけてくれたという形ですね。それで言うと、未経験からのまあエンジニア転職って、まあ、なかなか難しいってお話を伺ってて、まあ、大体30社受けて1社内定が出るかもしれないっていうの確率っていうのを伺ってたので、まあ、自分が実際複数社の中から選びたいっていうのを感じてたので、まあ、90社ぐらい出して3社ほど内定取って、そこから1社選びたいなっていうところがあったので、まあ、90社くらいエントリーシートっていうのを出させていただいたっていうのは工夫したポイントかなと思います。言うと、家族や友人と、まあ、ゆっくり電話できるような時間っていうのができたのは良かったかなと思ってます。まあ、それこそ前職人材紹介の会社にいた時には、まあ、結構残業時間も多くて、多い時だと月80時間とかそういったところ全然あって、まあ、正直家族とかと電話する時時々あったんですけど、まあ、人と話すのがすごい嫌そうって言われたりとかっていうのもあって、でもただ今に関しては転職してからはちゃんと電話してる中でも笑顔が出たりとか、ちゃんといい顔してるねって、なんか働いててなんかちゃんと楽しそうだねっていうふうに言ってもらえたのは得たことかなと思います。それで今特に感じてるのは、仕様書っていうのも理解する難しさというか、まあ、自社開発の企業に行って、まあ、これまでその会社で作ってきたものとかまずは勉強してねっていう形でいろんな仕様書を読んでるんですけれども、そこそ自分で作ったポートフォリオって自分で仕様書を作ってるから全然理解はできるんですけど、他のと、まあ、書いた仕様書とかっていうところ、書き方であったりとか言葉の使い方だったりとか、あとそもそも言葉の定義とか専門的な言葉も結構出てきたりするので、そういったところをまあ理解する、あ、こうなったらこう動くよねみたいなところの理解するっていうところの難しさっていうのは特に今感じてますね。それとプラスになると考えていて、プログラミングも物事を切り分けて考えるっていうところが、まあ、すごく重要になってきて、それで結局ビジネスにおいても仕事においても多分すごく重要なことなので、そういった思考の仕方っていうのもすごく役に立つな、エンジニア以外の方でもしっかりと勉強して損はないなというふうに思ってます。プログラミングってそれこそいろんな英語が出てきたりとかして、少し、まあ、すごく難しそうに見えるとは思うんですけれども、まあ、着実に自分で続けていけば身についていくものだし、あとはその身についたものっていうのがしっかりするとウェブアプリだったりとか、まあ、形に見えるっていう楽しさがあるので、まあ、いろいろ理解できるか不安だなって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、意外と調べていけば続けていけばなんとかなるものなので、ぜひプログラミング挑戦していただければと思ってます。侍、親切です。